眠れましたか。さてセリン、おはよう。昨日はここに新しいカーペットを敷きました。気持ちいいね。ここはセリーのお気に入りの寝床です。好きだもんね、ここ。この風船の紐がお気に入り。そんなことをしてる時間はないんだけど、弁当作ります。もし鳴ってますよ。あー、チョピー、ふーちゃん、チョピー、ギンギンギンくん、トロロー。もうね、あれ時間が非常にやばいです。最近弁当ほんとギリギリなんだよね。あと10分早く起きればいいんだけど、寝ちゃうのよ、アラーム止めて。なぜなら10分後にもう一度アラームをかけているから。それを知っちゃってるからね、私。焼肉弁当、今日も2人がヒポを起こそうとしてますね。はい、これシーンで買ったトミール、多分何百円とかだったと思うんだけど、めっちゃ遊んでる。久しぶりにフレンチトーストをしようかな。今日の予定は平日なので子供たちは学校、ママはヘアカラーを入れてるので、朝からヘアカラーに行って、午後はお仕事ですね。おはよう。チョピも起きました。寝ぼけてます。新しいカーペット、なかなかみんなお気に入りです。防音のやつなのね。防音で抗菌で、ペットとかの爪も引っかかりにくいっていう、ディノスで買いました。試験的にこっち側だけ引いてみたんだけど、もしよかったらこっち側もね、ずっとこう貼ろうかなと思って。ポンポン、朝だよ。次だって起こして。ツリーはでもお構いなしに乗っていくんだよ。チャンスチャンス。顔面に乗ってます。あ、ツリーが捕まった。ツリー、あ、いるいる、もぞもぞ、あ、逃げ出した。ツリーちゃん、疲れた。ちょっと疲れて眠くなった。はい、準備しましょう。パパ今日スポーツテストある。あら、頑張りたまえ。パパは今日のプロテイン気になるね。今何してるんだっけ。何でしょう。うん、ごめん。コストコのオアオレンジ、めちゃめちゃ美味しい。甘みがすごい。あと一箱買えばよかった。お腹すいたの？にゃーだって。かわいい鳴き声。みんなメロメロだよ。すごい手順だね。今日は木曜日でございます。いただきます。今スポーツテストないの？だよ。あ、そうなの。もうちゃくたちの学校はクーラーがガンガン入ってるそうです。うん。すごいね、アキネネたちなんか私立なのにさ、英語なんかつかないらしいよ。すごい。何してんの。なにそれ。ゴム。はい、いってらっしゃい。気をつけてね。いってらっしゃい。ブラッシングしてたら寝ちゃいました。これ手みたいになってるんだけど。いやー、いっちゃ一人でぐっすり。美容室に向かってます。ちょっと朝からね、パパとインスタライブしてたら、
もう白髪がねめっちゃ増えてきたって言ったら、メッシュおすすめって言ってたから、今日言ってみようかな。美容師さんに相談してみます。雨が降ってきた。お買い物をしてきました。ちょっと車に戻ります。せっかくセットしてもらったのにさ、チュルチュルになっちゃって、雨濡れたから後ろ結構短く切ってもらいました。メッシュはストレートをかけてる人はちょっとおすすめしませんって言われて、髪がやっぱ傷んでるからストレートがかかりにくくなるみたいで、メッシュのところ抜いちゃうから、なので普通に根元を染めてもらいました。ただいま。ラテの頭どこ？もしもーし。なんかやっぱこういう狭いとこがいいんかね。うん。お買い物してきました。なんと私水着を買いました。お腹出るやつ。自分公開やね。でもね、あの一般の人がいるとこでは着れない、プライベートプールとかの時に着ようかなと思って、それ専用のやつをね。多分パパが思ってるような水着ではない。ビキニとかではない。スピードっていうところのブランドとのコラボで、これが上でロック一生だから上下で着るとちょっとお腹出るけど、まあ別にいい、うん、あのプライベートプールならこういうので泳ぎたいじゃん。かっこいい。丈もなんかね、ほら短すぎないの。ダメよ。ダメ。プーノル、これは明日の保護者会用に買いました。ね、カジュアルな T シャツじゃダメなのかなと思って、ちゃんと見える。いいね。デニムのタイプスカート履いて。あー、このひらひらいいね。ちゃんとしたお母さんっぽいでしょ。うん。捕まえた。あー、隠された。やばい、かわいい。かわいい。あー、何が楽しいんだ、この袋の中でやってるのが楽しいのか。めっちゃかわいい。これはニャンコのトイレ。トイレじゃありません。セットハウスキューブ2だ。ちょっと何も映らないじゃない。フェリーさん、あなたのお家よ。じゃあ銀箱持って、いくよ、せーの。トイレ、なんで上にすんの。ピッと痛い。喧嘩するなら開けんでいいもん。あれれ、私のお家組み立ててくれるんじゃないの。喧嘩してます、この人たち。これをどっちが開けるかで喧嘩しました。仲直りして組み立てることはできるのでしょうか。お家入ってみたいよね、新しいお家ね。でもここでもいっか、あなたは。仲直りして開けな。なんかラテット。うわ、何これ。どこに置くの。なんか折りたたみできるから、出したりは遊ばなくなったら直す。合体させるよ。待って、まだだし。頭使え。えっ、私。どっちがそこか分かる。これそれをそこにはめるの。違う、下に下ろす。下に下ろす。で、まず底板とクッション入れて、めっちゃ柔らかそう。で、それがトンってなって、お、お、いいね。で、蓋じゃない。お、いいね。いい、うん、ここから入って、この穴から出てきて、2階に行って、そしてこの上からも出れるっていう。さあ、ちょっと置いとってみようか、その辺に。ちょっとこれで誘ってみましょうか。なんだろう、これは。おにゃ、おにゃ、入るか。入ってみるにゃ。今までなかったにゃ。不思議そうにしております。お、お、お、上から出てきそうです。2階があることに気づいてないかな。あれ、こっちから出てきそう。まあそのうち遊ぶんじゃない。楽しいですか。ちょっと匂いがあるよね。匂いが取れれば遊ぶんじゃない。みんながうんぴを取ってくれてます。トイレがね、汚れてたら嫌だからね、猫ちゃんは。見てる。目で追ってる。
思議だね、ラテ。わあ、肉大量やね。すごい飛ぶな。ねえ、振りすぎじゃない？うわ、やば。めっちゃ出たけど。ちょっと。ちゃんと確認しながらみんなを入れるんだぞ。何してくれるんだ。うまっ。どうだ、お腹空いてきただろう。強火で一気に焼いていくぜ。あ、でもいい感じじゃない？みんな帰ってきました。夕ご飯のお時間です。お手紙が今週もたくさん届いてますよ。こちら、ありがとうございます。なんだこれは、手作り？すごい。おはスナッピー。え、すごくない？朝日って書いてあるこれ。え、刺繍糸で？8歳と6歳の娘2人を持つ母です。だってお母さんだ。お子さんじゃないんだよね。すごいねこれ。全部手縫いで作ったので、だってピンバッジになっているのでバッグなどにつけていただける。すごい。すごい。ありがとうございます。ご飯待ちです。ご飯あげたい。ご飯あげたい人がいっぱいいます。アチャピもあげたいそうです。すごい絵になってます。おきつおきつ、今日スポーツテストをしたんですよ。そしたら10点が2つ、満点が2つ。すごいじゃん。すごいでしょ。何の科目ですか？まず科目でね、握力、調整前屈、上体起こし、50m 走、20m 走セットルラン、立ち幅跳びと、あ、そう、反復横跳びぐらいかな。で、握力が前と変わってなくて、15と15。これ、こうやって、調整前屈が39センチ。で、上体起こしが10点満点の26回。23回以上が10点。え、それ何秒だった？20秒。あ、30秒。あ、30秒で20何回。すごいじゃん。すごいでしょ。多分女子の中で一番多い。腹筋ムキムキ女子。まず20回を超えてる人がいない。あ、そうなんだ。だからチュピがよかった。よかったね、お家で腹筋やってて。うん。反復横跳び。41。41。1、2、3、4、5。ゆくできる反復横跳びやってみ。違う。あれ、それめっちゃね、姿勢低くした方が早いよ。怖い。そうそうそう。え、じゃあ次。あ、50m 走。何でしょ。早い方でしょ。うん。8秒9。うぶ。もっと遅い。うん。お？8秒7。え？8秒6？うん。え、すごいじゃん。8.6秒だった。え、すごいじゃん。え、かんちゃん何秒？50m 走。80秒9。あ、ほら勝った。立ち幅跳びは180。すごい。ほとんど2m 近くじゃん。182。ママのこちょこちょに耐えれるかどうか。あ、笑った。笑ったら負けだけ。いくよ。ダメじゃん、弱いじゃん。入ってきて、いきなり帽子をさらっていきました。コラボしまって、はい、乾杯。乾杯。お疲れ様。今日も一日お疲れ様でございました。パパ食いゆで卵、めっちゃやばい。ちょっとやばすぎました。あれみたいになってスクイーズみたいな。うん、おいしいよ。すごい。うわ、ご飯にかけて。え、これどうやって食べたポン？塩が上からポン。だよね。つけれないよねこれ。そうなった。ママリンが髪を染めて可愛くなった Vlog でした。いや、髪切ったよね。切ったよ。聞いたのにさ、切ってないって。は？切ってないって言ってた。切ってないよ。言ったじゃん。は？え？ってなった。パパも髪を切りに行かなきゃ。ね。言ってないよ。え？言ってないよ。